皆さんこんにちは。聖書の朗読をいたします。聖書の箇所はヘブル人への手紙の11章1節です。新約聖書ヘブル人への手紙の11章の1節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。以上です。それではこれから今の聖書の箇所を通してお話をしてまいります。今日は信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあるヘブル人への手紙の11章1節の御言葉から、信じるか信じないかをどこで決めるのかということを見ていきましょう。というのも、聖書は目に見えないものをも確信できる体験があなたにできると言っているからです。信じられるのか信じられないのかを決める境界線が私たちの世界ではいつでもつきまとっています。特に目に見えることこそが何かが存在しているということの証明であると信じてしまっています。ですので、百聞は一見にしかずという言葉があるくらいですから、世の中は目に見えることだけが全てだと思わされてしまっています。確かに科学の発展に伴い実証されないことは信じられないという風潮が根強く私たちの周りにあります。目に見えることだけを信ずる世界においては 1+1=2 だと思いがちです。ところが世の中の真実は実証できるものでなければと言われていても、やはりそれで全て片付けられるわけではないこともたくさんあります。例えば水 100cc とアルコール 100cc を加えたとき、決して 200cc にはなりません。水とアルコールでは比重、つまりそのものの重さが異なるため、2つが合わされば見た目の量を足してもその倍数とはなりません。アルコールは水1に対して 0.8 ですから、1+1=1.8 になります。このように1+1=2とならないことも世の中にはたくさん存在しています。友達と友達未満ではどこで線が引けるのかという、その線引きは誰もが同じではありません。好きと嫌いの境界線はどうなのでしょうか。私たちはいろいろなことを体験して自分なりの線を引いていくことで物事を信じるか信じないかを決めていこうとします。そしてそれは人によって大きく異なります。信仰の世界においても自分の経験に基づいた線引きをすることが起こります。ところがクリスチャンは信仰を持つことによって目には見えない世界の中でも毎日を喜んで生活することのできるようになります。それは初めはわずかな体験でしかないでしょう。でも自分が信仰をより深めたい、大きく成長させたいと願うようになると、目には見えず肌で感じることのできないようなことも次第に分かるようになっていきます。そのうちに神様にどれだけ自分が助けられ守られて生きているのかということを味わうようになります。そして感動します。その感動が次の感動の原動力となっていきます。
目に見えることだけが全てではなく、目に見えない世界においても私たちをより良い人生に変化していくことを実感できるようになっていくのです。目に見えないものをも確信できる体験をあなたにも経験してほしいと思います。聖書の語ることに自分を合わせて体験していくということも人生の選択の中に含めてみてはいかがでしょうか。きっと私たちの毎日もだんだんと毎日が喜びに変えられたという経験が増えていくと思います。お祈りしましょう。天の神様、目に見えないも世界もあるということを私たちは感じていますが、どうぞそのことを通してより良い人生の選択をしていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。